表現言論の自由というものをまあ、自分から手放さないように追求していくと。まあ、これまでも割とこう政治批判というか体制批判とかということでどちらかといえば、まあ、政党より異端、体制派より反体制側という感じでやってきたということもありますし、まあ、ちょっと忖度とか自粛というのが苦手で書きたいように書いてきたと、まあ、これまでの私のその態度ということにまあ、それなりの励ましというか背中を押してくれる感じだったと受け止めております。まあ、だからとてもありがたく受け止めております。先輩方がですねお前なんでそんな賞を取って喜んでるんだとかこうあの世からお叱りを受けたとしたらじゃあ何と言い訳するかと。今世界的な傾向としてですね割とこの日本に限らずロシアや中国に限らずどこでもこう言論に対する多少の圧力っていうものを書き手はみんな感じているはずであって、まあ、その中で引き続きその表現言論の自由っていうものをまあ、自分から手放さないように追求していくということを考えた場合このようなチャンスに自分はそんな怪しいものではないと言論の自由を追求しているだけだということをですね報奨を持って証明するということになるのではないかとまあ、ちょっと言葉は悪いですけれどもね報奨をもらってんだから私の言論にとやかく言うなというような態度が取れるのではないかとそういうふうに説明したいと思います。